俺自分の番回ってくるやん、はい、ほんで俺一言言うやん、はい、滑んねん。よかったなとか思ってたりしたの？チラッとは思うけど、いやいやそんなんは無理よな。どうも、快作です。さあ今日なんですけども、なんとあのフットボールアワー後藤さんが来てくださいます。来てくださんのよ、すごい。いや、そもそもどうして出てくださったかっていうところなんですけども、はい、個人的にずーっとずーっとチャンネル開設してから後藤さん、はい、出てくださらないかなってずっともちろん思ってたんですよ、はい、でもやっぱりどうしても声をなかなかかけづらいというか、だって後藤さんってもうイメージ全くない、 YouTube 確かに絶対初めてだと思うんですよ、はい、中で例えばルミネーザー吉本っていう劇場があるんですけど、はい、そこで出番が一緒だったりするんですよ、うんうんうん、でも学園の中でこういろんな芸人さんがいる中で、後藤さんと僕他の芸人さんっておる中で、そこでお声掛けするのもちゃうしとか、はい、ずーっと思いながら過ごしてて、この間たまたまやで、はい、もう奇跡的にそのルミネーザー吉本の楽屋で、はい、芸人さんがみんなおったんやけど、はい、みんながファーって出ていかはって、俺と後藤さん二人っきりになったの、はい、ここやろ。行ったよ俺は、後藤さんこうやってなんかスマホ見られてたわ、わーっつって、はい、そこ遮って、すまねん、ほんとだいって、はい、ちょっとあの、YouTube に出てくださらないでしょうか言うたら、大一声、はい、俺いやいや、僕はもう後藤さんにずっと出ていただきたくて、つって話したら、いや、俺はどうやろうな、YouTube か、みたいな感じだったの。はい、いや、でもこうで、ああで、こうで、こうで出てくださらないでしょうかって言ったら、はい、まあ、絵を出るわじゃあ、って言ってくださったのよ。すごい。でも最後にまた言ってたわ。はい、いや、俺かーって。でも出てくださんねん。うわ、嬉しいですね。ちょっと待って、俺でもほんまやばいね。めちゃめちゃ緊張してんねん。はい、大丈夫ですか？なんなんね。そもそも、うん、後藤さんとお二人でお話とかされたことは？いや、ないよ。ないですよ、ね。できないよ、その二人きりの話なんか、はい。なかなかそんな機会もないやろし、もちろん食事とかも行ったことないし。あ、じゃあ、完全に初。そうだ、ちょっともう震えるぐらい緊張してんねん。フトラー後藤さんはね、ちょっと特別というか、はいはい、昔、ベースショートって劇場があって、はいはい、そこで、まあ、ガブンチョライブっていうね、はい、グループ10組ぐらいでライブをお届けするっていうのがあったんですけど、うんうん、その中でフットボラワーさんもいらっしゃったり、キングコングいたりとか、はい、ブラックマヨネーズさんいたり、チュートリアルさんいたり、いろんな方がいる中で、もう今はちゃうよ、はい、今は後藤さんってその怖いイメージ全くないねんけど、はい、昔むっちゃ怖いイメージがあったの。何かされた、何か言われた、全くない、はい、ただただ空気感が怖い。なんていうのかな、もうな、日本刀な感じよ。日本刀が座ってんねん、ずーっとっていうイメージ。例えばやで、これ例えばなんか、はいはい、昔お兄ちゃんがすごい怖くてみたいな、はいはいはい、でもこう時が経ってお兄ちゃんは優しくなってるけど、昔のお兄ちゃんがちょっとまだ怖いからみたいなのあるやん、はいはいはい、そんな感じだから怖いねん俺、まだ後藤さんのことがなんというか、そのイメージがそのままだから、なるほど、めちゃめちゃ緊張してるっていう感じなんですよね。まあでも来てくださったんで、いやー、せっかくのいろいろな話聞きたいんです、はい、フットボラワーさんってね、知ってる方もいらっしゃれば知らない方もいらっしゃると思うんですけど、もともと別々のコンビでやられた、はい、そんな話だったりとか、うんうん、やっぱり M1 グランプリの話だったりとかさ、もういろいろ聞きたいんで、はい、今日は絶対楽しめる内容になると思いますんで、本日もどうかお願いします。フットボラワー後藤さんです。いやー、すげえ、俺いや、俺これ存在は知ってたよ、芸人さんが呼ばれていろんな話するって知ってたけど、いや、俺はないと思ってたから。ほんま、後藤さんがまず YouTube 出た時点で、うん、視聴者の皆さんは、え、出んのっていう。いや、そんなことない。俺別にそんななんかめちゃめちゃ垣根があるっていうこともないけど、はい、こうやってそれ専用に出て喋ったことはないから。初めてですよね。初めて。どうしてええかは分かれへんのよ。あー、なるほど。どちら様に向けて喋っていいのかとか収録現場が人の家であるとかそんなお前ずるいね。お前だから何がずるい。自分のねホームに招き入れて、なんか俺なんか居心地悪いやん。かといって後藤さんの家でやるのは違うじゃない。いやいや、せやけど真ん中取って本社でやったらよかったなって。いろんな方を呼びさせてもらってるんですけども、人によってはスタジオを撮ったりとか、うん、人によっては自宅招いたりしてるんですけど、僕の中で後藤さんは自宅や、うん、何なんそれ。ほんまに俺も何の話すんのかなと思いながら、換気扇の方で、はい、タバコ吸わせてもらっていい、はい、と言うて、はいはい、人の家の雰囲気もあるしな思いながら、まあ、何喋ろうかなと思いながらこうタバコ吸ってたら、横に、はい、炊き終わって食べ終わってカリカリご飯がついた炊飯器の蓋が開いてるわけですよ。俺そんなとこで収録したことない。よく見てますね。ふたしときゃよかった。開きっぱなしやそれは大丈夫。それはもう家やからね、奥さんも大変やろから。そこに出てくださってありがとうございます。いやいや、いいよ。いや、ずるいよ。それに関してもお前喋ってた、はい、楽屋で一人になった時に滑り込むように正座できましたよ。
あのタイミングであんな感じで真剣に言われたら断られへんこれはね、うん、ぶっちゃけた話、名前は言えないですけど、人によってはそれでもやっぱお断りになれる人いますよ。だから僕は後藤さんはちょっと会ってくれたのかなと、梶原のためにならだったりなのか、 YouTube にちょっと興味あったのかなとか、いやだからあのマネージャーには、いや空いてたら全然いいよとか言いながら、ちょっと伸ばし伸ばしなんのかなと思ったら結構早めに入ってたでもそこで本当に出る気がない方だったら、まあまあ、マネージャーに言ってね、だからぶっちゃけいるんですよ、そうやって、あの空いてたらなって言ってもなかなかスケジュール合わない、でもそういうことなんだろうなみたいな、ね、でも後藤さん早急にこう決まったら来てくださったので、いやでもあんまり考えない方がええかなと思って、別に YouTube とかに壁はないとは思ってるけど、 YouTube ってどうしたらええんかなと分かれへんから、あーそうですよね、だからそんなこんな言うてるうちにやっぱええわって何のも、まあせっかく言うてくれたしっていうのはあるけどな、嬉しい、ありがとうございます。後藤さん自体は YouTube は見るんですか実際？見る、めちゃめちゃ見るわけじゃないけど、やっぱりこうなんか家で酒飲んだりとかしてたらなんかこう見たりするやん。どういったもの見る？いやなんか音楽系もそうやし、はい、子供がなんか金魚もらってきたみたいな水槽買わなんかほんな水槽これどんねん買ったらええねん、どうやって行ったらええねんみたいなの見んねんそんなんこう絶対こういろいろこう見ていくねん、はい、でも最終的にガー酒飲みながら何個か見ていったら、はい、放送事故映像集に行くわけ結局夜中一人で放送事故の映像ずっと見てる。わかります、僕も入りそう。あれなんでなん音楽から始めたり吹奏から始めたりはたまたお笑いから始めてんのに最終的に放送事故あれね、YouTube すごいところで関連動画でだからその人が好きそうなやつが出てくるんですよね。結局チョイスがそういうことになってくるんだ。もうお笑い見出したらもう放送事故はもうそれは絶対繋がりますから、絶対出てくるよな。見ざるを得ないというか、やっぱ子供が見る、まあそういっぱい、やっぱり今子供はやっぱ YouTube ですもんね。テレビ見てない。そうですよ、だって今のテレビのリモコンに YouTube のボタンありますよ、ね、あるあるある。4歳の息子やけどもう自分で朝起きてきてパッとテレビつけて YouTube のチャンネルをこう自分で選んでる。そうで、ね、そうで後藤さんはもうちょっとテレビも見なさいよとか、例えば後藤さんも出られてるバイキング見なさいよとか、うん、そういうのはならないですよ。もう実際言わないでもやっぱ俺はニュース見たい、向こうは動画見たい。テレビで見させてるから、このスマホじゃなくて、はい、だからちょっとそれでちょっとニュース見してえなみたいなのはもちろんあるけどね。はい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 、ガキンさんやとか楽しくやってるやつもあるやん、はい、いろいろ動画って、はい、でもやっぱりちょっと困ることもあるな。え、困ることですか？ゲームの実況みたいなのとか。あー、もうありますね。息子がよう見てんのがあのドイヒーくんって知らんかな。ドイヒーくん、何チャンネルか忘れたけど、はい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 、ドイヒーくんっていうのがなんかおじさんと一緒にゲームをやるみたいな、はいはい、でそいつの口癖をすっごい真似すんのよ。テレビの近くで見とるから、はい、そんな近くで見たらあかんでって俺が注意したら、うるせえって笑ってまいりません？笑ってまうよそんな言い方したらあかんやろとか言いますけど多少可愛いなっていうのもあるから、まあ、多少ありますよね。そんなのもあるなやっぱいろいろ見てるよ僕より詳しいんじゃないですか見てる見てる意外ですねこれ後藤さんが。いやいや、まあ子供が見てるからこっちで見ててみたいな。例えば俺なんか子供小さい、はい、東京で住んでるからやっぱり標準語の方がええかな。だから標準語で喋って、最初はちょっといたけどもう最近ええわと思って大阪弁で喋って、はい、でだん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 息子も大阪弁になってるから、はい、わ俺の影響出てんなって言ったら、うん、奥さんがいや YouTube やでっつって、えミラクルグッチさん知ってる？めっちゃ詳しいっすねなんか有名な YouTuber さんがいんのよ。その人が関西弁やん。そのミラクルグッチさんの関西弁が息子に映ってんねん。悔しいやん。だからもうミラクルグッチさん見んときって言ったらまたうるせえぐちゃぐちゃですね。いや嬉しいわ、でもほんまにありがとうございます。いやいや、とんでもないです。今日ね、うん、ちょっとせっかくなんで、うん、こうやって後藤さんと二人で話すってマジで初めてじゃないですか。いや、これも心外やね。え、俺もさっきから聞いてた。え、なんですか？なんか後藤さんが怖い、喋ったことない俺もちょっとショックを受けてたんですよ。どういうことなんですか後藤さん。デビューする前ぐらいからキングコングの噂っていうのはもう来てたんですよ、ベース吉本に、はい、俺ら二丁目劇場出てて、はい、亡くなって、はい、で梅田花月でイベントみたいなのがあって、そこで初めてフットボールを組んでやる、はい、ベース吉本ができる、はい、ベース吉本ができる頃にはもうキングコングというやつがおるらしい。あ、在学中に出番とか本来は出られへんけどキングコングも出てたみたいな。出させてもらってました。なんでベース吉本始まってキングコングやって
ってきて、はいはい、えらいテンポの速い漫才やりよるなと、はい、当時結構ツンケンしたような、ね、ちょっと車に構えたようなスタイルを取る芸人が多い中、多かったっす。はい、どうもキングコングです、イエイイエイ。これにはみんなびっくりしたんですよ。ああそうですか、はい、うん、あの時のキングコングってね、はい、可愛かったんですよ。いや嘘だ、いやほんま絶対嘘っすよ。いやいや可愛かったん、ほんまに。西野なんかは、はい、俺が出番してると必ず袖から見てた。あ、そうですね。そう、終わってから後藤さん、ああいう時ってどうしたらいいんですか、うん、って聞いてくんねん。もともと西野ってボケだったんで、うん、キングコングになってツッコミやったんですよ。そう、とにかくツッコミを勉強したくて、うん、後藤さんのを見て勉強してたんですよ。自分の出番終わってからでもこういう時ってどうしたらいいんですかね、とか言いながら断ることに聞いてきてたの覚えてる。ああマジっすか。いや僕は、いや他の人のこの動画も多少見たけど、はい、やっぱり思い出がすごい一緒なところが一個あって。何ですか。匂い嗅がしてくるところみんな言うてたよ、はい、このポーズすっごい覚えてる。可愛くないでしょそんなやつじゃ。ほんで、はい、あそこの大楽屋で兼ねない言うて、はい、で散髪行かれへん、はい、そうかー言うて、切ったるわって言うて、え3ヶ月ぐらいお前の髪切っててんの。そんなことありました。俺めっちゃ覚えてるもん、俺でもそんなテクニックないやん。はい、だからその辺にあるようなハサミで毛先遊ばしたりとかして。そうそう、だから3ヶ月だけ、はい、俺とお前同じ髪型やつ俺自分のしか見てないから、俺めっちゃ覚えてんねんパンツ一丁に刺して新聞紙引いて俺切ってる風呂入ってんから臭いねんお前、だから一回シャワー浴びてこいっていうのめっちゃ覚えてる。マジっすか。お前覚えてへんのいやごめんなさい、それお前側が覚えてなあかんで。僕ね今うっすら来ました。絶対嘘でも本当にもっと強く思い出したいんで、うん、ちょ今日いいですか。なんでできないやから久しぶりに、いや、より重いですええわちょっと深い話になっちゃうんですけど、僕一回精神的に飛んだことあるじゃないですか。あれを経験してから過去の記憶ちょっと混んでたりするんですよ。そんな中で僕後藤さんのイメージってすごいこう笑顔を見せない人、とにかくかな、もう、はい、このコンビ組んでからそんなことないイメージやけどな。いや僕はそうでした。そのイメージが強すぎて散髪してくれてたことを、うん、僕もうぶっ飛んでるんですよ。あもう飛んでもうてる、もう飛んでもうてて、とにかくそのイメージがあったんで、だって、うん、笑ってなかったっす楽屋で。ずーっとイライラしてました貧乏ゆすりして鏡見てずっとネタ作ってたでしょ。岩尾さんと二人で並んで、うん、目を合わすことなく後藤さんずっとこうですよ。僕そのイメージがあって、ね、うん、舞台いざ出たら、うん、後藤さんもちろん笑ってなんやってやるんですけど、戻ってきたらまたすぐそうなるから、うん、まあみんなそうやったけどね。いやダントツでしたよあれは後輩からしたらね、そら怖いというか近づくなみたいな感じだったんですイメージ。しやったかな、やけどすんぞみたいな。いやまあ前のコンビの時は確かに多少怖がられてた覚えはあるけどな。その辺の話も今日聞きたかったんですよ。エレキグラムというコンビで元々やってたんですね、うん、そう、後藤天馬っていうね、はい、コンビであって後にエレキグラムっていうコンビ名をつけて4年ぐらいやったかな。そうなんです、フットボールアワーさんの前にコンビ組まれてたんですよ、うん、岩尾さんは岩尾さんでドレスっていうコンビでそうそうやられてたんですよね。そう、そもそもエレキグラムさんが、うん、なぜ解散したんですか。二丁目劇場とかね、はい、リーグ戦とかあるんですよ、はい、オーディション、はい、毎週日曜日にね、はい、ファジャチャライブジュニアってあって、はい、そこでこう5週勝ち抜いたらレギュラーに入れるって、はい、それはまあ合格は1年ぐらいかけて行ったんかな。はいはいはい、レギュラーにはなるけどその中で出てる人でリーグ戦をやったらなかなか勝てないとかね。勝てない、すんげえベスト10とかすごかった、もう大ブームでした大阪ではね番組あれの本当に後期の後期、はい、我々出てたけどまあランキングも入られへんみたいな、はい、なんかそんな状態でもうあかんのかなと思って次の出番行ったらウケるからまあまあ続けようかみたいな。あーなるほど、そういう感じやったかな。ちなみにエレキグラムさんは後藤さんがボケだったんですよね、うん、そう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 。でも中でその4年やっていく中でちょっとこれじゃ先見えんぞみたいなこと。そうやねん、だからなそれこそ俺もなんかもうほんまこんなんやほらこれ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 もうほんまこれですよ全然大げさちゃいますからほんまにこれでしたからねみんな13期生とかもそんなんやったけどな。あー13期生うん、ラクマネさんだったりとか、そうそうそう、やめていった人とかも、はい、みんなほんまこんな感じやったから、はいはい、ちょっとなんかみんながわーっと笑ってたら何がおもろいねさあほんまにおもろいんだみたいなみんながそうだった。そうやねん、はいはいはい、舞台なんかでコーナーとかやってもさもう、はい、他の人が言ったらみんなわー笑ってるけどもう笑えへんね俺とかは
自分の番が回ってきた時に自分の角度で何か言ってドーンっていうのがやっぱりこうダウンタウンさんとか見たりとかさ、はい、そういう流れでやっぱ憧れがあるからもうこんな感じやねんでみんなわー受けてほんで俺で自分の番回ってくるやん、はい、ほんで俺一言言うやん、はい、滑んねんシャに構えてるやつ滑ったら最悪やめちゃめちゃかっこ悪いですよね。そう、にらみ聞かしてるやつは天才しかやったらあかんねんでも後藤さん受ける思って言ってますもん。受ける思って言うてんねん。そうやねん、天才思ってますから。にらんでる時も実はガタガタ震えてほんでもうちょっと無理っぽいなと思ったら相方の方がさっき言うてくれたんやったかな、ちょっと話あんねんけどみたいなの言うたら、わかったわかったみたいな、なんかそんな感じやったって覚えがある。あ、ってことは後藤さんの中でも多分ちょっとあったのかもしれないですね、このままやっててもみたいな。天満もあったと思う。俺がもう必要なため出しするからしんどいなって天満さんもなってたんでしょうね。なってたと思う。もう語尾の強弱だけで怒ってたから、うわー、駆け出しの頃ってやっぱそんなんやったりするやん、はいはいはい、それのせいにしたりもするやん。あれがそうやったからお前受けへんかったやん。そう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 。でもコーナーライブでは滑ってたんですよね。めっちゃ滑んない全然受けへんねん天満さんもやってられへんかった。やってられへんであったなるほど。でまあ解散されることになって、うん、後藤さんはその後一人でやろうとか思ってたんですか。俺はもうやめようかなと思ってっていうのも、はい、後藤天満からエレキグラムでしょ、はい、でその時に一緒に同期でこうイベントやってたんよ、はい、6組ぐらいおったんかな。6組ぐらいでイベントをそう、はい、ユニットコントとかこう作ったりとかして、はい、じゃあ誰がネタ作らなあかんねんっていう時に、はい、おのおのコンビのボケがこう集まってネタを作ったりすんねん、うん、はいはいはい、そのメンバーが俺とか岩尾とか、あ、そこに岩尾さんいたんですね。そうそうそう、ドレスでやられてた岩尾さん。そう、ドレスってもう超エリートやってん。そうだったんですね。超エリート、はい、養成所の頃なんか遡ると、はい、漫才の授業っていうのがあって、うん、ただのネタ見せですよ、ネタ見せ。ホワイトボードが教室にあって、はい、授業が始まる前に、番号だけ振ってあるからそこに名前書いてその順番でネタやっていくみたいな。一緒でした僕らも。でその中で先生が見て、はい、自分おもろいな、うん、ネタが1分ネタやねん。短いんですね。そう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 、はい、次じゃあ2分やってええよ。2分やってええよはなかなか言われへん。なるほどなるほど。クラスの中でも2分やってるやつがまあほんま少ない。少なかったんです。中、はい、ドレスドレスさん7分やってる。講師からもすごい評価だったんですね。すごいって言われてたね。いや俺も養成所行ったらさ、はい、もうどんなおもろいやつおんねやろ思ったら、うん、まあおもんなやつばっかりね。ぶっちゃけね。ぶっちゃけ。はいはい。実際そうですよ。やっぱり何百人も集まってね。そう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 。はい、その中でやっぱりずば抜けてたからな。じゃあその時から後藤さんの中でなんだあのドレスの岩尾ってなってたんですか。なってた。はあ。養成所の時はもうエレキグラムはもう組んでたんですよね。養成所は組んでない。俺一人でやってた。一人でやってて途中から天満に声かけられて組んで。養成所時代に岩尾さんとの絡みはあったんですか。うん、やった。喋ってはいたんですか。一回だけ覚えてる。発声の授業っていうようわからん授業があって。ありますあります。相手誰でもいいから相手一人見つけてお腹に手を置いて、はい。で腹から声出しなさい。いきますよ。あーみたいな、あーみたいな。はいはいはい。で俺が誰かわからんなー言うて手を置いたやつが岩尾や。ほら岩尾はその時になんでこんなことせなあかんねんって言うてる。岩尾さんも尖ってたんですか。尖ってた尖ってた。僕そのイメージないですよ。めちゃくちゃ尖ってたよ。その絡みはあった。そこでファーストコンタクトがあった、うん、そう。なんかもう身なりもようわからん感じのねボサーっとした、はい、焦げ茶色茶色黄土色みたいな地層みたいなね、セーターこいつみたいな尖ってますねいや尖ってたそれ尖ってんのかな。ドレスとかはもうレギュラーバーンってやってリーグ戦もバーン買っていくみたいな。あ、もう先に行ってたんだよな。2丁目劇場でね、はい、ほんでこう一緒にイベントだーってやってて、はい、だん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 2人でネタを考えるようになってくるんで。あ、そのユニット6組ユニットコントのネタを2人で。そう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 。横にはまだ学生服着たコカドがいたわ。あー、コカドさん、ロッチコカドさん。そう、高校生やった。16、7やったんかな。もともと吉本ですもんね。そう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 、市川塾っていうコンビでやられてたんですけど、うん、はい、でだんだん岩尾とこうネタ作るようになってからもう毎日のように岩尾と難波出てきてファストフードの店行ってこう笑いの話してたわ。へえ、すげえな。そう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 。その時に後藤さんは、うん、ドレスにちょっと入りたいなとかなんかなかったんですか。すごいなドレスと思ってて、はい、いや俺わかんのかなって言って、はい、あそうやった、一緒にネタ作ってたあいつおもろいし、はい、俺芸人辞めて作家さんなら思って。構成作家。そうそう。なるほど。ほんでなんかこう一緒になんか作れたらなと思って。
あ、じゃあ芸人は本当にもうやめようってマジで。もう無理ちゃうかなと思ってな。だってカッコつけてボケてもウケへん。他の方法探してくださいよ。なんでカッコつけるぜ。コンビ組みたいなとか岩さんじゃなくて、その時に誰かもう一回相方探そうかなっていう気にもならなかったんですか。なれんかったな。じゃあどうしてですか。どうなって。いや俺いつも通り、はい、ファミレスだ店行ったん、はい、この間のあれ見たとか言いながら、はいはい、で俺も言おうって解散するって。あ、そこで。そう、はい、これからこうしていきたいねって言おうと思った時に岩尾が解散すんねんって言うてきて。そうそう、その日覚えてるわ。何それ。そう、節はあったんですか。ドレスさんがちょっとうまくいってないなみたいな。うん、仲は良くなかった。ああそうだったんですね。解散したらええのになとか、うん、岩尾と組みたいなとか、うん、思ってたりしたんですか。チラッとは思うけど、いやいやそんなん無理よなみたいな。あいつの彼女ええな、付き合いたいな。無理か。バカみたいな。バカ言ってんじゃないよ。私何言ってんだろみたいな。あるやんか。そういうのがあります。ってことはですよ、うん、俺も解散しようと思ってんねんって来た時、俺も解散しよう思って今日言おう思ってたんやと、向こうもって言って、解散してどうすんねん。いやまあ芸人はもうやめようかな。いやもったいないもったいないって。岩尾さんも芸人やめようかなさ。そう、お前それやめんのもったいないわっつって、はい、岩尾、いややめるか作家なのかなって言うねん。一緒じゃないっすか。一緒にネタ作れたなって言って。うわ、すげえなんか。そう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 、はいはいはい、でもそのお前が辞めるということ自体がもったいないっていうのでずっと止めに入ることになんね。とにかく才能がむちゃくちゃあるから、そう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 、お前は続けろと。その言ってる最中にもちっちゃくあったんですか。ひょっとしたらこいつとコンビ組めるかもしれない。あったね。それはまた別日でまた集まるやん。昨日のあれ見たんで帰ろかって駅まで歩いてる時に、はい、チラッとどちらからともなく、まあ二人でやるっていうのかなみたいな。あの岩尾は岩尾で、まあないことはないけどね。それがこう目を合わすことなくこう歩きながら帰っていく。これでもほんまそういうことになるんですよね、空気的に。そう、岩尾さんの中でもあったと思うんですよ。あったみたい。そうですよね、絶対にあったと思うんですけど、とどめはどっちが。あ、で、それが続くねん、はい、もう毎日のように会ってこう帰り際にちょっとそんな話になるみたいな、はいはいはい、1ヶ月ちょい付き合うことなく、付き合うこともなく中途半端な関係が続く。中途半端な関係やん。キスするわけでもなく、そうキスするわけでもなく手も握れない。手も握れない。けどお互い意識し合ってる。意識し合ってる。これが1ヶ月も続く。1ヶ月続いたね。そして1ヶ月ちょい。いやほんで、はい、俺がもうええわと思って電話して、あ、後藤さんからだ。ほんでちょっとこうたわいもない話してから、はい、コンビ組めへんかって言うた。もうスパンって言ったんすね。ほら、まあ別にええけど。の悪いとこやねん、その、やろうかって言ってくれへん。お前が言うてきたから俺はやんねんでの保険に加入しよう。別にって言っちゃうんですね。別にええっちゃええけど、あいつの口癖やねんけど、ええっちゃええけど。岩さんってむちゃくちゃ照れ屋さんですもんね。うん、その照れも出てるかもしれないですけど、でもそれが最後の。そう。じゃあネタ作ろうかみたいな。じゃあネタ作ろうか。後藤さんってもともとエレキグラムではボケやったわけじゃないですか。でもフットボールアワーさんになることにツッコミになったんです、うんうん、これは自分の中で許せたというか。いやでもそらそやろ。あいつになんでやねん言われても、それがなんでやねんみたいなとこあるやん。で一番最初のあいつのコンビにおける議題が、はい、どっちがツッコミやるって言ったから俺やろって言ったのが一番最初のツッコミ。そらせやろ。ずっとボケやってたし、いや俺ボケたいなとか、むちゃくちゃ聞いてくるの。めちゃめちゃ聞くよ。毎日も頭おかしになるぐらいのダメ出しやで。誰からですか。岩尾から。え、今のところなんだ。じゃあ俺は負けないな。くそ。やめようと思った。え、うん、解散して、うん、芸人やめようと思ったよ。こんな恥ずかしいことあるかみたいな。いや、これはこんな話してへんから、こんな話をするチャンネルなんです。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。 Twitter のフォローもお願いします。またお会いしましょう。